はい、まずはボールの持ち方、グリップですね。これを行っていきます。皆さんどんな風に持ってるか人それぞれだと思うんですけど、基本的にこれは一つの正解はありません。大事なのは人差し指と親指のラインがボールのこの線よりも上に行ってしまわないことです。上から持ってしまうとバランスも悪くなって風の影響も受けやすくなってしまいます。まあ、僕はこういう風に持ってるんですけども、手が大きい選手なんかはこう人と握手するような形、こういう風に持つ選手もいますし、これも大丈夫です。はい、グリップを正しく行えたら